何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。援軍とはありがたいね。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。でも今さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。かぬ、ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。行くぞ信行たち。気をつけて行くんじゃよ。遅れは取れ。速やかに進まねば。雪村を失うわけにはいかない。今日残念。何を考えているか分からないことになる。信長は強い力を持ち、忠実な部下もいるが、あの調子じゃ信奉者以外もついていけない。対抗勢力が現れていれば、ここにいるのは危険だ。魔王からつく救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に打たせはせぬの。おい兼継殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。今日もなんかほっとしたね。ほっとしかないか。しかし核の目論み通りよ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。やはりそっちから来るか。福兵部隊出番だ。一緒にやれたら嬉しいな。はい、お任せよ。親方様の読み通りだ。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。うそ、こんなに強いなんて。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ、初めてじゃったっけ。これで効果ができちゃったよ。打ち取った。私が威勢は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたね。なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束は侮りがち。これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたか。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度、これはどういうことです。悪いね光秀殿、俺は勝ち目のない戦いはしない主義だ。裏切りなどもってのほか。角度、互角、見事なご活躍です。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。そのやり方は苛烈すぎる。たとえ愉快であろうと、私は信じる道を行きたい。
いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいのだ。働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。一緒にやれたら嬉しいな。はい、力は借りた方が良さそう。はぁ、敵長、撃ち取った。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。タグの野郎、裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかして手まりかの。マロも行くの。この裏切り、ジン君、劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民の兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。この世界でもあんたは相変わらずだ。信長様、申し訳ございません。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。私が行こう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただよ。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅し、あの頃の信長は一体どこに行ったんだろう。信長、急ぎ雪村を救わねば。主が構想、天も読みせぬ。見事なご活躍です。これが天下無双のモノノフのあり方。遅れは取らん。しかと拝見しました。手出してくんなら獅子が牙むくぜ。蹴鞠の心は魔の心、受けてみやい。俺が背中を見せちまうとはな。俺の腕見せてやる。こんな見事に負けちまうとはな。おことの軍略参考になるよ。将と侮る残り、いざ。そのか、もらい行け。私がいざ。かぬ。信じる前に。さらば。信長様のため、ここは通せません。共に戦うぞ。修羅と化し、止めてみせます。もはや、これまで引かせていただきます。漢字が混沌、天も読みせぬ。
渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。英雄なき力に従えるはずもない。よいぞ竜。この信長にその怒りを、力をぶつけよ。私の知略が破れようとは。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。気が読みせん。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。なんせは打算で渡る者。カブンカー登場。姉上より法あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。ふん、仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。